はい、こんにちは、イミチェンチャンネルのチャです。皆さん、お待たせいたしました。オイルができましたよ。スタイリング用のオイルとバームと、どちらもできました。前ね、動画でも出したと思うんですけど、そんなね、オイル作っていいものできるわけないじゃんって言って、レシピを完全に公開して、美容師の皆さんにシェアして、僕には1円も入らないけど、大量に発注することによって安くできるよってなった、こちらの噂のあのオイルですよ。で、これのね、開発経緯だったりとか、どういう風に使ったらいいのかっていう話もしたいし、完成したよっていう報告もしたいんですけど、やっぱそもそもスタイリングオイル自体がいいよって話をしたいんですよ、僕は。これじゃなくてもいいから、別に。もう、そこの部分っていうのをまたお客さんに説明してるんで、ぜひ見ていただいて、これについてもちょっと知っていただけたらなと思います。悩みなんですか？でもそのオイル難民ですじゃないですか。オイルの効果が持続しないなって、要はパサついちゃったりとかうねうねしちゃうってことですよね。すごい多くてお客さんでも大体みんなスタイリングがうまくできないとかうねうねしちゃうっていうところで、今回オイルを作ったんですよ。もうお待たせしましたね。今でほら時間多いですよね。かっこいい感じ。これの話をする前に、そもそもなんでオイルいるのって話したいですよ。スタイリングオイルつけてませんよ。つけてはいるんですけど、適量がわからないっていう。なんか目的は宿毛やったじゃないですか。宿毛とかしないと広がっちゃう人につけたいんですよ。宿毛いらないぐらいサラサラになるじゃないですか。っていうところがなんかそもそもスタイリングオイルつける目的なんですよ。だからつけたいよねってずっと言ってて、エヌゾットのオイルとか言いましたよ、つけてくださいね。あれはそういうことなんです。それでまあ作ったんですけど、なんかエヌドットのオイルとかがいいから使ってくださいねって言うんですけど、問題点があって、エヌドットのオイルめっちゃいいんですけど、ネットで買えないんですよ。買えないです。それちょっとアマゾンで買えますよって言ってたんですけど、アマゾンがね、やっぱり偽物なんですよ。あ、まあそうなんです、ね、知ってました？なんかそんな臭いなと。そうなんですか？みんな言うのよ、ほら。なんでお客さんから知るまで僕もマジでと思って。確かに本物も全然あるんですけど、結構偽物があったりとか、あとは本物は大体転売なんですよ。これ前の動画でも話した内容ですけど、どういうことかっていうと、エヌドットを作っているところは美容院でしか買えないようにしてる。そうすると美容院にお客さん来るじゃないですか、うん、お客さん来ます。この構図が売りなんですよ。だからネットダメなんですよ、うん、で僕は他のオイルも結構好きで、このミエルとかも好きなんですよ、うん、前使ったんですけど、これも前の会社のオイルなんですよ。だからネットダメなんですよ。でネットで売れないってことは、この動画見てる人買えないってことなんですよ。これめっちゃ意味わかんないなと思って、謎じゃないですか。じゃあ作ろうってなってできたのがこれです。だからスタイリングオイルとか、これケア用のオイルとか使ってほしいんですよ。そもそもこれじゃなくてもいいんですよ。使って結構違うじゃないですか、やっぱりやると収まり良かったりしません？使わないとやっぱり違う。違いますよね。そう、この体験をしてほしくて、全人類に、全人類にオイルの良さを伝えたい、はい、オイル教の信者なんで、やっぱりでなんかそこの意味でちょっとこう作ったってところで、うん、じゃあこのオイルがなんでいいかっていうところなんですよ。僕逆だったらデルギーもとして、今あるオイルを超えれるわけないと思っちゃうんですよ、値段的にね。でもいいです。シリコン系は嫌いなんですよ。あ、詳しいですね。すごい。作った以上は成分良くないと嫌じゃないですか。だからもろもろすごいいいんですよ、中身は。でもそしたら高くなっちゃうじゃないですか。これを安くするためにレシピを公開してます。でいろんな美容師がこれを買えるようにします。でいろんな人がこれを作れるから、発注するときに大量に作れるじゃないですか。なんで安くできるよねってなったんですよ。そこめっちゃ大事で、僕個人がやっちゃうとやっぱり限界があるんで、ちょっと5000円とかになっちゃうじゃないですか。ちょっとしんどいですよね。このだって、今回言ってるアルガンオイル1個買うのにもいいやつだと結構それぐらい。めっちゃしますよね。すごい。これが知ってる人の良さなの。知ってる人は知ってるの。自分の髪、アボーガドオイル結構合うと思って、はいはいはい、今それを配合しのとか言ってるんですけど、はい、でもそれだとなんか物足りない日もあるし、重い日もある。はいはい、気づいちゃいました。これやばそうと思いますよね。だから本当に5000円とかなっちゃうんですよ、普通に作ったら。じゃあいらねえなと思ってやめようと思ったんですけど、このレシピ公開作戦思いついちゃって完成したっていう。でちょっとでもまあいいって言っても気になるポイント僕だったらまだあって、まず匂い。オイルはもう匂いじゃないですか。優しい感じの。そうですね、くどくもなくて誰でも使いやすい。そうなんですよ。これケア用オイル、これも匂いがねまた別なんですよ。こっちの方がもっと爽やか。ああ、そうですね、こっちの方が割と柑橘寄りかもしれないです、うん、お花系と柑橘系とか。結構いい匂いじゃないですか。これがね、いい匂いかどうかっていうのを、まあ、個人個人みんな違うじゃないですか。なんでいろんなお客さんに嗅いでもらった時のやつがあるんで、こちらです。あ、優しい香り。めっちゃいい匂いですよね。そうなんですよ。あ、なんかお上品ですね。そうなんですよ。いい匂いです。あ、香りいいですね。そうなんですよ。匂いめっちゃ良くないですか。すごい、私もこの香りは好きですね。いいですよね、はい、いい香り。
匂いもいいじゃないですか。あー、いい香り。つけるとまた舞いますよね、香りがね。違いますね。そうそうそう。で、作ったのは4つあって。4つ。スタイリングオイルしか今わからんって感じだと思うんですよ。そうですね。まず、スタイリング用のオイルとケア用のオイルですね、はい、白い方を見てください。フォーヘアケアって書いてあるんですよ。オリーブの方、フォースタイリングです。もう絶対見分かるようにしたんですよ。何用のオイルかってめっちゃ大事で、ヘア用のオイルはドライヤーの前に使いたいんですよ。乾かすとき、そう、濡れたことですね。そう、それが白。スタイリングはオリーブなんで、フォースタイリングって書いてある方が巻いた後とか、スタイリングした後です、ね、それがこれです。で、オリーブ色の方にもう一個あります。バームね。これはバターみたいな時計なんで、セット力があるんですよ。だからスタイリングでちょっとボリューム出したいとか、ショートの人でふんわりさせたいとか、立ち上げたいなっていう時はバーム。で、逆にロングミディアムとかでちょっと癖で広がるよっていう人はスタイリング用のオイル。そこでちょっと使い分けた方がいいかなっていうので、で、まあでもどっちもありなんですけどね。混ぜてもいい。で、これが最後ミルク。ミルクね、結構要望あって、なかなか浮いてるとことかないですね。そうなんですよ。これもヘアケア用のミルクで、うん、ミルクって水分あるじゃないですか。だからパーマとか、結構くせ毛でパーマ風にしたいとかをやりたい方に、濡れた状態でつけて乾かしてあげると、そのままいい感じにこうウェーブが出て、しっとり乾くっていう感じですね。それがまあヘアケア用のミルク、うん、で、パッケージのデザイン見てください。ケア用は白背景なんですよ。わかりやすい。わかりやすい。で、スタイリング用はオリーブ背景なんですよ。見たらわかるようにしたくて、あ、これ何用だろうって裏面見てやるの嫌じゃないですか。そこに結構魂込めてます。で、一応発売日が9月1日を予定してるんですけど、もしかしたら間に合わないかもしれないんで、この動画が出てる時です。これを見てる人は安心してほしい。発売されたな。そう。これ見たらもう概要欄に貼ってある。よくです。そうそうそう。まあ、ぜひぜひ概要欄から買ってもらえたらなと。で、あとあれだ、めっちゃ言わないといけないことがね。何ですか？3つもある。1個はまず値段、はい、すごく気になりますね。そう、気になりますよね。そうそう。最後、最後、先2つ言いますね。まずこだわったポイントって、はい、容器のサイズ3センチ以内なんですよ。すごいいいです。これね、ちっちゃくしたの目的があって、ネットで買うじゃないですか。これ大きいと送料700円なんですよ。これでも3センチ以内なんで、猫ポスサイズなんですよ。ポスト等感もう最高です。最強です。待ってなくていい。そう。で、送料も全国一律で、多分290円とかそこら辺なんですよ。そこの送料も安いんですよ。で、あとアルミなんで、容器が、はい、2つ目で、ね、普通のオイルってプラスチックで透明じゃないですか。洗面台とかに、ね、日当たりとかでやられてると太陽光で変色したりとか、匂いがまとんだやつなんですよ。で、これは持ち運びすることも想定して、アルミにして光でこう透過しないようになってるし、ポンプも最初からついてるんで別で買わなくていいし、蓋もついてるんでカバンに入れても暴発しないしっていうところでこだわりを。このポンプはありがたい、はい、めっちゃいいですよね。セットオイル大体ついてない。ないついてるのはすごくありがたい。そうなんです。で、これなんか調べたら、なんで別になってるかって、ポンプを刺すときに別でやると空気の入りがすごいいい感じになるんですけど、これね、皆さん注意点として、最初から入ってるやつって新品開けるところ、あの最後シャコシャコシャコってあるじゃないですか。あれで急いでシャコ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 ってやると空気がこうなんか空回りしちゃって出なくなっちゃったりするんですね。だから別売りなんですよ。で、これ最初からついてるから、そのリスクが5000分の1の確率が起きる。まあ、優しくやったら大丈夫。大丈夫。使いたい気持ちをこらえて、うん、ゆっくりこう最初に出てくる楽しみを待って。そう、一回出たら大丈夫なんだから。これだけ皆さん気をつけてください、ほんと。で、値段ね、エルドとロイルが3400円で、うん、ポンプ別売りなんで、うん、こうやって100円ぐらいなんですよ。3500円ぐらい、はい、に対して3300円、200円前です。で、まあ、送料もエルドとロイルがちょっと大きいやつだったら700円だけど、これだと290円なんで、送料的にもいいよねっていう。そうそうそう。全部3300円と税別でいくんですけど、バームは3000円です。バームのがちょっと安くできるんですよ。原材料的にもオイルと比べて固形なんで管理もしやすいと。で、場所も取らないんで、割とその倉庫的な面でも結構安くできるみたいで、いろいろ協議の上300円さらに下げちゃおうっていうので3000円です。まあ、結構いい塩梅じゃないですか。手には取りやすい、そうぐらいという感じでございます。サロン専売だとね、高いものはもっと高い。そう、ほんとそうなんですよ。なんかサロン専売品だけどネットで買えるっていうところが醍醐味なんで、ぜひ皆さん、あの概要欄を見ていただけたらとおっしゃってください。で、近々ですね、これとはまた別に超重大発表があります。これがね、霞むぐらいの重大発表があります。怖い。やばいですよ。また作っちゃった系なんですけど、商品じゃない。商品じゃない。
チャンネル登録をしてお待ちください。すごいことやってる、ね、めっちゃじらしますね、私たち。もう、Google を超える勢いでやってるんで、よろしくお願いします。わかりました。皆さん、よろしくお願いします。また他の動画でお会いしましょう。バイバイ。